この主の主日のごみさを捧げる前に、まずイエス様が私たちに本当に信じているか、強な質問に対して私たちは完全に神様に信頼しているかということを考えて、まず私たちの信仰の弱さを許していただきましょう。本当に、海が怖いですね。そしてフランスから日本の例の船で来たんですけど、でも大きな客船だから嵐があったけど、まあ大丈夫だったけども、もう毎年日本海とか違うの船海でもやっぱり急に風があって死んでしまう、すぐに出かけた人が多いでしょう。本当に怖い。だから私たちが怖がっているというのは当然のことです。でも奥様が見ている本能神様、私たちの生活の中に全然怖いことがないとは決して言えないでしょう。自分の弱さから生じた怖さ、手術の前に本当に大丈夫かなとか、あるいは当たられた怖さ、交通事故に遭ったとか、北朝鮮のミサイルが来るんじゃないかなとか、いろんなことがあるんですけども、経済的なこととか健康のこととか、当然ですけども人間としては社会の中に生きているものとして、でもそれに対してイエス様がどう思われているでしょうか。弟子たちがこうやっていた時にイエス様がなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと答えられたんですね。意味が痛かったと思いますけど、一生だったのでね。確かにイエス様がみんな死なないように、まあ、なんとか救い主としてその海に風に命令して、そして、まあ、静かになったんです。私たちは当然、まあ、心の中に時によってするような、まあ、落ち着かないこととか本当に心配して大丈夫かなと思う時もありますけれども、その時こそ私たちはどうですか。今苦しんでいる、今恐怖に現れている、私はイエス様助けてくださいというふうに反応を示しているでしょうかね。イエス様は大昔の救い主ではないですよね。現在その永遠に私たちを助けてくださっているんです。残念ながら、まあ、奇跡的なこともたくさんありますけれども、心が落ち着かないとき、本当に心配で寝られないときに、イエス様に向かって手術がうまくできるようにということを願って、助けてくださいと弟子たちと同じようにその叫びがあれば、必ずイエス様がそれを答えてくださるんです。皆さんのご自分の生活の中にそんなことを体験したことがあるんじゃないかなと思います。イエス様に向かって
叫んでいくときは、イエス様がそれに対して無関心でおられないんです。どんな形で私たちに答えるかどうか分かりません。でも必ず何かそのイエス様の叫びの答えとして、心の平和とか静けさとか主要な恵みが与えられると、私は何回も就職者の場合でも何回も体験したんですね。イエス様が私たちに信じているか、私はあなたを大事にしたいけれども、あなたはそれを信じているか、あなたを助けたいけれども、私たちと同じようにでも信じてくれるか、そのイエス様の質問に対して本当にその私たち の信仰の、心を捧げましょう。必ずイエス様が助けてくださるのです。